令和6年9月9日ですが、ここは仏ヶ浦の降りていく駐車場に、泊まりました。熊が鳴いてますが、すでに現在5時半ですがね、もう3台も車に来て、下に降りていってるようです。なかなか。あ、あれ。遠ざかってる感じですよ。どうかな。令和6年9月9日ですが、ここはね、遊亭川としてますかね、遊亭川のね、中流域くらいにいるかな。これはでかい砂防ダム、周りコンクリートだらけ、砂防ダムが見えたんで入ってきてますが、入ってくるのでも大変。ここぬかるみで入ってこないから、この階段を使って、入っちゃダメって柵を脇から入ってくんでね、入ってきます。これ見るとずーっとコンクリートなんだな。下がって降りるとこはないんでね、まあ降りても釣る場所がない。これ上から釣る方がよっぽどいいって感じだ。ね、すぐさ、多分、本流竿でも届かない。下がって一応本流竿を持ってきました。水量がね、そんなに大きくありません。ありません。大きい川じゃないんですが、大きい川じゃないんですが、何かいるんじゃないかと思って、釣りに出ます。今日はここをちょっと、見ます。まあ、いなければ源流の方へ行くつもりですが、まあ、源流、これをちょっとね、釣ってるところだけしか取れません。落ち込みね、そしたら、深さが見えませんが、結構深そうかな、わかんないな。まあ、勢いよく落ちてるから深くなってると思うんでね。もしかしたら、箱に、ま、コンクリートがあるんで、2段になってるんでね。変動するとは思うんだけど、まあ、わかんないから、こっから釣ってるところだけ取ります。下の段に来て編みますとね、あれ登れないんだな。下にちょっと低い1メートルくらいの高さ段がありますね。あれ登れないんだな。ある下の下流であそこ釣るような釣りられないんだな。ロービスともコンクリートで固められてる。あそこまで来てるか、この手は。岸から来てるから。
らいかかって30分くらい粘って、30分くらいだったら来ないってことはいません、終わります。令和6年9月9日ですが、祐帝川の源流にやってきております。なかなかでね、一枚岩の上を流れてる感じでしたが、ここに、ちょっと木の根があるなと思ったが、岩が聞こえました。で、狙ってるったら、江戸岩が釣れました。で、一匹釣れたらね、どうしたどうしたってもう一匹出たんだよね。もう一匹いるんですね。夫婦でいる人もいるんで、これを釣っています。まずは最初釣った一匹ですが、エゾイワラです。約20センチのエゾイワラです。またもう一匹釣れるかどうか、警戒してこないのか、いや私も一緒に行くか来るか。小さいのもな、顔出したし、小さくにしてると思う。ちょっと前見てこいって感じ。小さいですね。子供が小さい。子供が何匹か出てますね。これは狭い場所だから動かさない。ごぼう抜きします。子供ですね。15センチちょっと、江戸岩なんです。3匹くらいで、裏がパンパンだろう。裏がパンパン。今大きくはありません。子供がうろうろしてます。
孫が来ました。10センチもないから、痩せてますね。あんまり餌取れてないんで。警戒始めましたね。粉々になっちゃった。おかしいって気がついた。よいしょって言ったらな。うん、大体そう、なんか雰囲気がおかしい。頭かぶす、死にかぶす、頭突っ込んでる。やりますまだ何匹か痛むんですけどね、ちょっとおかしい。大体今こんな感じです。終わります。令和6年9月9日ですが、先ほどより、まだ上流にやってきました。ここにね、ちょっといい流れ込みがあるんですが、この、流木がそこに目の前にあって、山なんか、下流から釣りづらいんでね、ここへ上流から釣ろうと思って来たらね、相当浅いところからね、大きいのがさーっと、あの木の根っこに隠れました。浅いところに。だけど、ちょっとね、泳いでるのは見えてますけど、まだいるようですね。これをちょっと、切ってみます。見えてるのは当たれないって、見られてるから、ちょっと、流れがあってね、動いてるから、いるって分かったんだけど、見えるかどうか。すごい山なんです。エゾイハラです。まだ行きそうだったんだから、これも肉に入れてくれるかな。
かわいいですよね。人気です。え、飲み込んだ。こんな小さいのが初めて飲み込んだ。はい、エゾリワナゴ。隠れた大きいのが出てくるかと思ったけど、びっくりして隠れちゃったから出てこない。終わります。10時になった。そろそろあるかな。6匹くらい確認したんで、エゾリワナしかいないっていうのが分かったんで、終わるかな。あまり疲れないうち、今日はこれで終わりにします。